伊豆の釜目温泉にある私の家だ。かつて私はここに住んでいたが、2年ばかり前東京に移ったため、今では別荘になってしまった。現在女房の両親を三河から呼んで隠居所として使ってもらっている。今坂の上から降りてくるのは女房の父親だ。彼は東京から帰ってきたところだ。どうだったの？何も悪いとこになかった。彼は今機嫌が良い。東京の大きな病院で年に一度の定期検診を受け、どこにも異常がないと知らされたからである。もんでもよかったじゃないの。ああ、ええ気分だ。一安心ね。120万で生きにはいかんでよ。若い目かけと思ってな。どうぞ好きなようにやってちょうだい。時々会って飯食ったり交渉の話をしたりよ。それをお宮みたいな言い方したら話にならんわ。ああ、分かった分かった。ええようにすればいいじゃないの。異変が生じたのは夕食の後であった。はい、母ちゃんよ。なんね。私なんか気分が悪いで。どうしたの？どこで痛いんかね。なんか胸が苦しいわ。ひどい汗。幸い凛花は精神科の教授であったから、症状を聞いて病院を手配してくれた。女房の父親が倒れた次の日は雨だった。我々は夫婦でテレビの CM を撮影中であった。おお、カット。カット。天宮さん、天宮千鶴子さん、お電話かかってますよ。息を引き取ったの。そう。아내 지즈코와 함께 배우로 활동하고 있는 와비스키에게 장인의 갑작스러운 사망 소식이 전해집니다. 신졌다요, 도사. 바차 우치데 하리타이って 言ってるわよ. 소식이요? 우치데? そう. 오이오이 冗談じゃないよ. だってあなた. 知らないよ. 우치데 소식なんてそんな 止まんないぜ. 장인의 은퇴 후 와비스케 소유의 별장에서 수년간 생활을 해왔던 장모의 소원은 살아오던 집에서 장례식을 거행하는 것입니다. 네? 頼むわよ. 처음엔 반대를 하고 나섰던 와비스케는 슬픔에 빠진 아내의 마음을 헤아리고 이내 승낙을 하고 맙니다. 本当に 突然のことで 何と申したらよいやら 苦心中お察し申します. 話がある。2人ともそこに座れ。まさかお説教じゃないだろうね。ともかく座れ。いいか。짧은인생을통틀어처음으로죽음이라는걸직접접하며슬픔에빠지는두어린아들。じいちゃんの一生はあまり幸せじゃなかったかもしれんが、しかし最後の方はお前たちみたいないい孫に巡り会えて少しは楽しかったんじゃないかな。とりあえずおかんがいるわけでしょう。病院から出すのにね、これから伊豆へ行く。
じゃあそれをお願いしたいんですがね。하지만주관자로서장례식을맡게된와비스케부부도낯선경험이긴마찬가지입니다いやそう贅沢なもんじゃなくてもいいんですがね。かといってあんまり粗末なもんでも困るんで、まあ中の上ぐらいっていうとどんな感じに。棺桶注文しといたからね。13万になって。13万ね。高いんだか安いんだか見当がつかないな。부부는그들의매니저인사토미에게장례식의진행을맡깁니다어서기인쪽가족들과함께장인이숨을거둔병원의영안실을찾아가는와비스케生まれて初めて私が出す葬式だ。うまくいくことを祈るのみである。ここからだと濡れずに行かれますからね。私カメメ温泉で送迎をやっております海老原と申します。この度は誠に急なことでお気持ちお察しいたします。미리병원에도착해기다리던장의사가와비스케의가족을안내합니다오네사오니사하얗고의외로담담한표정의장모기쿠에바짱다이조부ですか에아따시와다이조부요후토케노아니데스결혼식이후처음으로아내의큰아버지와도대면합니다와시라7인교다이だったんだけど민나신데시모테사이고니わしと新吉ちゃんだけが残ったんだけど、今度こうして新吉ちゃんが行ってしもうて、とうとうわし一人になってしもうたです。가족들이함께고인을마주하는순간本当に穏やかで綺麗なお顔をしておられます。평안한고인의표정을보며슬픔속에서도안도의마음을찾습니다安らかな顔ね。金持ってる。俺病院の勘定払ってるわ。いくらぐらい？さあね、ちょっと見当はつかないけどね。20万ぐらいならあるけどね。あ、多分足りると思うよ。병원비를치르기위해수납창구를찾았다。의외로적은액수에놀라자신도모르게웃음을짓는사토미3,360원です한생명의사망에따른병원비가겨우30만원정도에불과하기때문입니다今夜寝台車でお運びして一晩布団で寝かせて差し上げて明日のお棺ということにいたしますか。それとも今ここでお棺にお入れして今ここで入れていただいていいわけですか。それは構いませんですよ。そうなさる方もございます。でもなんだかかわいそうね。ばあちゃんはどうなの。そうね、あんたはどうなの。私は今入れてもらった方がいいと。장모와와비스케부부가간편한입관절차를진행하기로결정하자불만있는듯보이는큰아버지가의문을제기하고나섭니다저는후토케오칸에入れた場合요運ぶのはなんで運ぶんだ。マイクロでございます。マイクロで運んで、で向こうに着いたらまた缶から出して布団に寝かせるということかね。いや。いやそうじゃなくて、お缶のまま安置するわけです。そうですよね、ベアラさん。はい。お缶のままでございます。布団に寝かせるんでなしにかね。それでは仏様をお棺にお納めいたしますので皆様お集まりください。まずお母様と千鶴子様で足袋を履かせてあげてくださいませ。ちょっとドライアイス。はい、ドライアイス。결정한대로간소한입관의식이진행되고お顔はここから拝めますので、これ開くようになっておりますから、お別れをなさる方には開けて差し上げても結構です。관속에눕혀진고인의시신은수년간그가살아왔던가뭄의온천의자택으로옮겨집니다。これどっちが頭？こっち側ですね。これが頭が下になってる。これで頭の方ずれちゃいますね。一回下がって方向転換しましょう。どちらへ安置いたしましょう。やっぱりその
正面でしょ。あ、そちら。はい。これは方角はどうなってんの？方角ですか。北枕にせないかんでね。北枕。これは昔から早急待ってるで、そうやってもらうにいかん。전통적인관습대로모든의식이진행되길고집하는큰아버지는사사건건문제를제기하고나서며와비스케의신경을건드립니다이신호こっちです これ写真あれこれどうしたんですこれあったんですだってこれぴったりじゃないですか今年の春撮ったんです숨을거두기불과몇달전자신의영정사진까지미리찍어두었던꼼꼼한성격의고인난다가아자와라ってるみたいだね그래じいちゃんが一番機嫌のいい時の顔なのよしかし用意のいい方だったんですねしかも死ぬのにあんた病院代がたったの 33,560 円しかかからなかったんだからね 33,560 円死亡診断書込みお坊さんがお見えになったらどうすればいいんでしょうかちょっと我々何も知らないもんですからまずお茶を差し上げてくださいまずお茶はいお茶ですそれからおまんじゅうを2つもお布施はどんなもんでしょうねおいくらと決まったもんじゃないんででもまあ相場といっちゃなんだけども常識というのがあるでしょうですからそこは장의사는마치포커게임을하는도박사마냥선글라스로자신의눈빛을감춘채거래에나선장사꾼처럼모든일을진행합니다오탁상ぐらいのうちならば、やはり20万ぐらいでどうですか20万ね。わかりました。ああ、疲れた。先に寝るかな。おやすみ。私たちここで寝るから。はい。私は線香絶やさんように起きとらんといかんもんで。첫날밤을고인의곁에서보내기로한장모와아내치즈코一杯飲もうか。お酒ね。あんた動かんでええの、モシュだから。はいはい。혼자방에서잠이들었던와비스케는낯선소음에잠에서깨어나고お前か何やってんだ장례식을영상으로남기겠다며카메라를들고나타난광고제작사의아오키가와비스케앞에계속렌즈를들이댑니다둘째날이그렇게시작되고야어해요아라메가니かけてくださったの그の方がいいと思ってまあ生きとるみたいだわこれで無事サンズの勘を当たれじゃろ存命中は一方ならぬお世話になりましてありがとうございましたまた病気中はお見舞いをくださいまして本当にありがとうございました個人に代わりまして와비스케부부는장례의식을안내하는비디오를보며손님맞이를준비합니다아그렇습니다ではここまでおさらいをいたしましょうよろしいですねこの度は誠に思いがけないことでご愁傷様に存じますはいどうぞお忙しいところをおいていただきまして恐れ入ります。個人もさぞ喜ぶことと存じます。存命中は一方ならぬお世話になりましてありがとうございました。個人に代わりまして厚く御礼申し上げます。なるほどね。ご丁重に恐れ入ります。程度の短い挨拶であっても、態度が丁重でさえあれば決して失礼になりません。これいいわね。これ簡単でいいわ。私これで行こう。ご丁重に恐れ入ります。どうしたのよ。挨拶があるんだよ。出棺の時と精進落としの時。それ誰なの？もしあるいは親戚代表って言うんだけど。もしてばあちゃん？장례식안내책자를들춰보다자신이가족을대표해인사를해야할처지임을깨닫고걱정이앞서는와비스케야바이나모든것이낯설고경황이없는상황에서와비스케의시선을끌어당기는한여인이모습을드러냅니다아라떠났다아광고제작사의직원으로
장례식을 돕기 위해 왔다는 사이토 요시코 양. 사이토 요시코 です. この度は不意のことで本当にご愁傷様です. ご体調に恐れ入ります. 12時に出棺いたしまして火葬場に参ります。そこでこの焼くのに1時間半ばかりかかります。화장터에서기다리는동안유족들이먹을만한도시락을판매하기위해장의사가샘플을시전하는사이유족들의시선을한순간에사로잡는한여인의비명소리내弁当ですが아소독されました15人。いや、一応20人にしとこうか。はい。あんた、あんた、なんて、なんて、なんて、おいおいおい、どうしたんだ。계속해주위의시선을끄는요시코를데리고밖으로나온와비스케おい、青木、すまないけど、お前の車、この下へ回しといてくれないか。いいですよ。おいおい。ちょっと待てよ。おい。待てったらちょっと場所を考えてくれよ葬式だぜなんとか言えよなぜ黙ってるんだ責めるなよそれを責められて俺に返事のしようのないことぐらい知ってるだろうが이둘의대화를통해두사람의관계가서서히드러납니다私のこと愛してる？愛してるよ。だからさ、今日帰りなさい。애써요식고를달래아오키의차에태우는와비스케자아오키타노무요悪いけどはいあなたは乗らないのね俺は乗るわけにはいかないじゃないかじゃあ私も行かないおい待てよおい하지만그녀는또다시억지를부리기시작합니다だからそうだって言うのよ人の目ばっかり気にして私のこと全然愛してないのだよ何言ってるんだ愛してるよじゃあ私送ってだって東京まで送りなさいよ無理だよ分かってるだろうがじゃあ私のこと抱きなさいよ今ここで요시코의 갑작스런 대시에 당황하는 와비스키. 요시나사.
よしなさい。바비스키는 장인의 장례식을 무사히 마칠 수 있게 될까요?